お隣韓国さんが、日本人は韓国を先進国扱いしてくれないとブツブツ言っているようです。スレッドと韓国の反応を見てみましょう。スレ主、韓国に定着した韓国人男性と結婚して韓国に住んでいる日本の女性の最大のストレスが、韓国は日本と表面上は似ているのに、少し韓国を深く知ると韓国のクオリティが未開だ。第一に食文化、チゲやスープ、さらにはかき氷を大勢で同じ器に盛って一緒にスプーンでつついて食べたり、おかずリサイクルするレストラン。第二に運転文化、路地にバイクが活発走り、阪神バイクは信号を無視して暴走する。自動車は割り込みをして譲歩しない。高速道路でも追い越し車線をゆっくり走りながら車線を譲ってくれない。駐車をするために逆走して駐車するマナー違反に驚愕する。第3に些細なこと、コンビニバイトがガムを噛みながら小銭を投げて返してくる。キッチン用品のクオリティが低い。それでは韓国さんの反応です。韓国人が日本に行ったら窮屈で大変そうです。韓国人はいつも騒いだりするので、日本が清潔の究極の国です。でも日本に先進国だと思われなくても良い。ドイツ、日本が特に強く、アメリカ、イギリスも相手に対する配慮や公共秩序などをよくチェックします。公共秩序などはそれぞれの地域を経てきた文化的な部分もあるのですが、私もコンビニのバイトが無礼なのはみっともないことだと思います。それで日本は今でもハンコを押してファックスを送っているんですか？韓国も間違いはないのか、もっと努力しなければならない。一つ目はどんどん消えていく文化で、二つ目はめちゃくちゃだけど、三つ目は特に問題ではないね。韓国の人々は台湾を先進国として扱ってくれるんですか？台湾とは韓国、日本の格差よりはるかに差があるのに。三つ目はどの国もそうです。日本だけがおかしいのです。西洋に行けばもっとひどいです。正直、韓国が牛舎を連れていた時、日本は飛行機と船を作って米国と戦っていた国なので、当然韓国人も日本を先進国扱いしない人が多いからお互い様だということで。第一の文化は韓国でもほとんど消えていませんか？ということで、今更言うことでもありませんが、韓国さんって本当にアホですね。韓国さんっていつも勝手に理由をつけて勝手に納得したり文句を言ったりしていますが、韓国さんが後進国と言われるゆえんはもっと根本的なところにあるんじゃないでしょうか。第一のおかずのリサイクルなんかは本当にそうだと思いますが、第二、第三なんてぶっちゃけ知ったことではないですよね。韓国さん、多分先進国は自国が先進国かどうかなんて話で盛り上がったりはしないと思いますよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。